次に伊藤渉君。公明党の伊藤渉でございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。まずはこの21年から23年度の決算に関しまして震災復興関連の質問をさせていただきたいと思います。言うまでもなく東日本大震災の発災から今日で丸2年と3ヶ月余りが経過をしようとしております。被災地の課題は時の経過とともに形を変えながら被災者の皆さんに日々重くのしかかり続けております。去る4月30日にも私は福島県のいわき市を訪れまして現場の状況をさまざまお伺いをしてまいりました。福島県の発表による被害状況速報によりますと福島県全体の避難者数約 15.2 万人のうち福島県内への避難者数が約 9.7 万人福島県外への避難者数が約 5.5 万人訪問したいわき市の他市町村からの避難者受け入れ数は約 2.4 万人となっております。実に当該市の人口の約1割弱に相当をする避難者の方を受け入れておることになるわけでございます。この避難者の受け入れによって復興作業員の受け入れと相まって住宅の不足、交通渋滞、医療機関の混雑、介護施設における待機者の増加や介護職員の不足、災害ごみの増加と合わせての処理量の増加など受け入れ自治体としての課題も顕在化をしてきております。これまでの復興交付金については対象地域が限定的でより柔軟な活用や新たな支援制度が必要とされる中平成25年度からはコミュニティ復活交付金などが創設をされております。そこでまずお伺いをいたします。受け入れ自治体であるいわき市等からも要望を受けていると思いますけれども避難者への行政サービスの提供に伴う職員の不足そして職員人件費等に対する財源の確保について検討する必要があるとこう考えておりますけれども現在の検討状況について政府参考人にお伺いをいたします。総務省佐藤自治財政局長。避難者の受け入れに伴って受け入れた団体が負担する経費につきましては特別交付税措置を講じております。この場合これまでは地方団体に対して調査を行って個別の受け入れに要する経費を積み上げて算定するという方法を取ってまいりました。こうした中でご指摘にもありましたが多くの避難者を受け入れているいわき市などからはこの受け入れの経費には消防や救急など個別事務にかかる経費の積み上げではなかなか把握しきれない財政需要があるというような意見で今のやり方は必ずしも実用にそぐわないのではないかというような声もいただいたところであります。また復興庁からも長期避難者の生活拠点の形成を推進する観点からこの財政措置のあり方の見直しをしてほしいという要請もいただいておりました。そこで我々といたしましては今回原発避難者特例法の避難住民の受け入れに伴う経費の市町村分の算定方法について見直しを行うことといたしました。具体的にはこれまでのそれぞれの経費を積み上げるというやり方を改めまして避難住民1人当たりの標準的な受け入れに要する経費というものを出します。これを4万2千円程度と想定いたしておりますがこの単価に避難者の数をかけて算定するという方式に変えたいと考えております。このことによってこれは今年度からやろうと思っております。このことによって受け入れ市町村への財政措置が大幅に充実されることになりまして受け入れ市町村の要請に応えられるものと考えております。伊藤渉君。非常に前向きな答弁をいただきましてありがとうございます。自治体が抱えている課題はもう日々変化をしながら大変な中でお仕事をしていただいておりますので総務省のバックアップ体制引き続きよろしくお願いしたいと思います。また長期避難者等のための生活拠点の整備この検討いわゆる仮の町構想についても
非常に重要な課題でございます。被災住民の皆様からは、ふるさとを捨てるなんてできない、先祖が苦労して作ってきた土地だから、こんな声も聞かれる一方で、原発廃炉には数十年かかると聞く、半永久的に帰れないかもしれないとも言葉も聞かれます。もう戻らないと決めた方もお見えでございます。仮の町の在り方も集約型や分散型などまちまちでございます。非常に困難な道のりではありますけれども、意見を集約をし、具体的に前に進めていかなければなりません。そこでお伺いをいたします。この長期避難者の生活拠点、いわゆる仮の町の形成について、取り組みの現状について、復興庁浜田副大臣にお伺いをいたします。浜田復興副大臣。まず伊藤委員におかれましては、昨年の衆議院選挙で再選された以降、福島県担当議員になっていただきまして、数多く福島県に入っていただいていることに厚く御礼申し上げたいと思います。ご質問いただきました長期にわたる避難生活を安心して過ごしていただくための方策でございますけれども、仮設住宅等から早期に安定的な居住生活環境にお移りいただくことが重要と考えております。長期避難中の生活拠点、いわゆる仮の町の確保整備等につきまして、具体的に検討を進めるため、国、福島県、被災自治体および避難者受け入れ自治体で構成する協議会を設置いたしまして、現在受け入れ自治体ごとに準備レベルの協議を進めるところでございます。復興庁としてはこれに合わせまして、予算としてもですね、平成25年度予算において避難者の増加に伴う受け入れ自治体の生活基盤の整備や避難者の支援事業を一体的に実施するための、今ご指摘いただきましたコミュニティ復活交付金を作らせていただきました。また今総務省からご答弁いただきましたように、原発避難者特例法の避難住民の市町村の受け入れ経費への特別交付税措置について、個々の経費の積み上げ算定に変えて包括的に算定措置するため、避難者住民1人当たりの標準的受け入れ経費の単価を用いる方式を見合うこととされたところでございます。このように長期避難者の生活拠点の整備に本格的に取り組むための枠組みも固まったことから、近いうちに長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会、これを開催し、受け入れ自治体と避難元自治体との方々との具体的な意見交換を行いたいと思っております。またこれらの取り組みと並行して、生活拠点の中心となる災害公営住宅について、平成26年度からの順次入居開始に向け、先行的に500戸の整備に着手しているところでございますが、いわゆる仮の町の在り方については、これまでの関係自治体との協議を踏まえ、分散型での整備を前提に取り組んでいるところでございます。今後、福島県被災自治体および避難者受け入れ自治体との具体的な協議を早急に進め、できるだけ早い時期に受け入れ自治体ごとに生活拠点の一定の方向性を取りまとめるべく努力していく所存でございます。伊藤渉君。ありがとうございます。大変ご苦労の多い職責かと思いますけれども、引き続き被災地のためにお力添えをお願いをしたいと思います。続きまして、話はがらりと変わりまして、開示行政について何点か質問をさせていただきたいと思います。紙面を海に囲まれた我が国におきまして、少々データは古いですけれども、輸出入の貨物のトンベースでは 99.7% の輸送を担う外交海運でございますけれども、我が国の経済、国民生活を支えるライフラインとして極めて重要でございます。この輸送の基盤である日本赤船、日本の旗を持った船ですけれども、および日本人船員は我が国の管轄権、保護の対象であり、経済安全保障の観点から平時より一定規模を確保することが必要でございます。それとともに、海上輸送の安全の確保および環境保全の観点からも極めて重要な施策でございます。例えば東日本大震災の際も、日本商船隊の船舶でありながら外国籍船であるために
我が国の管轄権が及ばず、日本への寄港が拒絶されたケースもある。こういうふうにお伺いをしております。世界単一市場たる外交関与分野における国際競争が激化をする中で、我が国の外交関与においては、昭和60年のプラザ合意後の急速な円高などによるコスト競争力の喪失から、安定的な国際海上輸送の核となるべき日本籍船は減少の一途をたどってしまいました。そこでまずお伺いをいたします。日本籍船の最も多かった昭和47年の1580隻から、また日本人船員のピークであった昭和49年の約5万7000人から、それぞれ最も減少したとき、これはいつ、どの程度まで減少をしたのか、政府参考人の答弁を求めます。国土交通省、森海事局長。お答えいたします。外交海運事業に従事する外交日本籍船でございますけれども、委員ご指摘のとおり、昭和47年の1580隻がピークでございましたが、円高等による競争力の減少に伴って、平成19年、これがボトムでございまして、92隻まで減少をしました。また、日本人船員につきましては、昭和49年、5万6833人をピークに減少を続けまして、平成21年、2312人まで減少しております。委員長。伊藤渉君。極めて重要な事柄であるにもかかわらず、あまり知られていない事実ですので、改めて答弁をお願いをいたしました。実に日本籍船ボトムトの時に92隻、そして日本人船員は約2300人でございます。こうした状況はですね、非常時における対応を含めて、我が国の経済、国民生活の向上にとって、不可欠の安定的な国際海上輸送を確保する上で、懸念をされる状況となっておりますことは、言うまでもないわけでございます。では、続いてお伺いをいたしますが、この非常時等において、一定規模の国民生活、経済活動水準を維持する輸入貨物量をすべて日本籍船で輸送し、その職員を日本人船員で賄うものとして試算をすると、最低限必要な日本籍船の席数及び日本人船員数はそれぞれどうなるか、重ねて政府参考人の答弁を求めます。森海事局長。お答え申し上げます。平成20年に豚数標準税制を導入する際に、平成19年の交通政策審議会で、一定規模の国民生活経済活動水準を確保するために必要な日本籍船、それから日本人船員を試算いたしております。まず、日本籍船でございますけれども、これにつきましては最低賃金の水準とか、あるいは生活保護世帯の水準を参考にいたしまして、通常時の経済活動水準のおおむね3割強、これを維持するために最低限必要な日本籍船として約450隻という試算をいたしております。また日本人船員につきましては、今申し上げました450隻、これの船舶職員、具体的にはですね、船長、機関長、それから航海士、機関士各3名、計8名、これをすべて日本人船員で賄うといたしまして、それに予備員率をかけた数といたしまして、トータル5500人の日本人船員が必要という試算が出ております。委員長。伊藤渉君。はい、ありがとうございます。要するに実にですね、現在、少し増えつつあるわけですが、必要な席数の約5分の1、船員数は約2分の1未満、こういう状態になっているわけでございます。安全保障ということがこれだけ叫ばれている状況の中ででございます。その後の海上運送法の一部改正によって、日本籍船及び日本人船員の増加傾向が見られるようになりました。日本船舶船員確保計画では、平成21年から25年度の5年間で日本籍船を2倍に、
日本人船員を平成20年から30年度までの10年間で 1.5 倍にとの目標を立てて鋭意施策を推進をしているところでございます。そこでこれもお伺いをいたします。政府参考人に最新の数値でこの目標に対して現在どの程度進捗が図られているか答弁を求めます。森海事局長。お答えを申し上げます。平成20年度の海上運送法の改正及びトン数標準税制の創設によりまして、日本籍船の増加及び日本人船員の確保の育成のための日本船舶船員確保計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた事業者については、通常の法人税に変えてトン数標準税制が選択できるようになりました。これに基づいて日本船舶船員確保計画、認定を受けている事業者10社ございますけれども、この日本籍船の増加につきましては、平成24年度末時点で計画開始時と比べて約 1.8 倍に増加しておりまして、5年間で2倍という目標は十分達成できるものというふうに考えております。また外交日本人船員につきましては最も少なかった平成21年度が2312人でございましたけれども、平成23年度は2408人となっており、ようやく下げ止まりから増加に転じているという状況でございます。このように日本船舶船員確保計画に基づく各社による日本籍船の増加及び日本人船員の確保育成は計画通り進捗していると理解をいたしております。国土交通省におきましては、さらに先の東日本大震災の経験のもとに、昨年海上運送法を改正するとともに、本年度からトン数標準税制を拡充いただきまして、日本籍船の増加、日本人船員の確保育成を従来よりも加速をするとともに、従来その適用対象が日本籍船だけに限られていたトン数標準税制を一定の外国籍船に拡充していただきました。今後もこれらの施策を含めて官民連携したさまざまな取り組みにより日本籍船の増加、日本人船員の育成確保に万全を期してまいりたいと思っております。伊藤渉君。時間の関係で最後の質問とさせていただきますので、浜田副大臣にはもう一問残しておりましたがご容赦をいただきたいと思います。最後、麻生副総理にぜひお伺いをしたいと思います。冒頭でも申し上げた通り、我が国の海外との物流はもう申し上げるまでもなく海と空を使うしかございません。海上運送が占める割合は改めて申し上げますが、トン数ベースで約 99%、貿易額ベースでは約 75%、 残りは航空輸送ということになります。そのうち日本船舎が扱っている割合はトンベースで輸入が約6割、輸出が約3割と承知をしております。そこで副総理にぜひお伺いをいたしますが、経済成長、デフレ脱却を念頭に掲げて積極的な経済外交を展開をする安倍政権にとって、貿易の足元である日本船舎の海上輸送の競争力を高めつつ、つまり貿易の際に必ず発生する輸送そのものでも収益の増大を図りつつ、日本籍船及び日本人船員の増加を図り、経済安全保障も強化をしていくことは極めて重要な課題と考えますけれども、副総理の所見、ご感想をお伺いして私の質問を終わります。麻生副総理。ご指摘のありましたとおり、近い海に囲まれておりますので、これ、日本の場合は間違いなく貿易はすべて海ないし空ということになろうかと存じます。従いまして、トン数ベースで行きましたら 99% は船に頼っておりますので、そういった意味から行きましても、船というのは極めて重要というのはもうご指摘のとおりだと存じます。激減した最大の理由は多分コストが一番大きな理由でありました。特に1ドル240円が120円まで、いわゆるドルが暴落をしたというあの時期にぐらいから急激にこの傾向ははっきりしたのが一つ。加えて、いわゆるインド洋の右にアンダマン海からジブチの沖まで、いわゆるインド洋という長い中において、極めて、海賊という、あまり最近流行らない
だと思いますけど、そういうのがえらい勢いでアフリカの角といわれる地域で出てきて、極めて危険な状態がある、襲われるというのが日常よく行われるようになりましたので、私どもとしては確かジブチ国と話をして、あそこに、基地を置く、これは確かアメリカもジブチに基地を置いております関係もあって、アフリカでアメリカの基地があるのはジブチだけだと思いますが、日本もそこに海上警備の対策上人を置かせていただく等々で、船舶をいわゆる扱います船員の安全保障ということを考えてやらないと、ただただ船員を増やせ、船を増やして、安全保障は自分でやれみたいな話ではとてもできませんということで、いろんなことをさせていただいて、少しずつではありますけれどもやらして、船籍はもちろんですけれども人も増えてきておりますので、この人の給与の問題と関わってきますので、このところがなかなか難しいところだと思っておりますが、いずれにしても今運輸省から話がありましたように、これは機関士とか航海士とか船長とかいうような技術を伴います人たちを主にして、我々としては今後とも安全保障の観点からもこの点はきちんと確保してした上で、海上警備等々に含めましても小銃等々の消火器は持たせるのを認めたり、いろんなことをしておりますけれども、そういった形でこの種の安全保障というものは今後とも大事な観点として目を配っておかなければならないところだと考えております。伊藤渉君、以上で終わります。ありがとうございました。ご苦労様でした。